こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、これはですね、私の英語字幕を作ってくれてるエイペックさんが送ってくれたシリアンです。実は全部で3つあったんです。これがね、今日最後なんですよ。これもね、めっちゃ美味しそうですね。私の大好きなハーシーのチョコレートのマークがついています。チョコレート味ですかね。だから今日はね、もう3回目っていうことで、じゃん、時間を計ろうと思って、いつもはさ、喋りながら食べるけ、もう時間計る意味がないと思って測らないんですよ。なんかしかもなんか時間測ったとちょっとなんか好きなことを喋りながら楽しく食べれんしね。今日はね、3回目なんで、これはちょっとやってみようかなっていう感じですね。食べ始めたら食に集中したいと思います。じゃあね、作っていきたいと思います。中身はこんな感じですね。あ、なんか前食べたやつとめっちゃ似てる。ほとんど一緒、同じ会社なのかな。なんかピーナッツみたいな香りがするかもしれないです。よかったです、ちゃんと入りましたね。うん、美味しい。こんな感じです。ブラウンと濃いブラウンですね。かわいいですね。で、牛乳を入れてみます。ちょっと2本入れなそうですね。1本でちょうどいいっぽいです。ではまた今度飲みましょう。重さを測りたいと思います。器の重さ測るの忘れちゃった。あれ、蜂蜜もかけよう。ここでここでね、 3.9 キロって出てます。器のね、重さはよくわかんないんで、でも牛乳1リットル入れて、これがコーンフレークが 600g だから 1.65 とかじゃないかなと思います。後で器の重さ測って聞いてみます。はい、こんな感じです。蜂蜜もかかって美味しそうですね。めっちゃ手が重たい。これね、タイム測れるかと思って測れなかったです。スマホで測ろう。スマホでも途中で暗くなっちゃうから嫌なんですよね。これだから60分って一応ここに置きましょう。60分の測るやつで、スマホでも測りましょう。でこれ60分で測ってますね。スタートです。プラススマホでも開始です。開始です。いただきます。多分これ見えないよね、あんまり。チョコレートの味で歯ごたえがしっかりあってね、とっても美味しいです。これ牛乳もう一本足せそうな気がす、足せそうですね。量が減ったっけ、ちょっと足そう。おお、いい感じです。飲み干したいと思います。ごちそうさまです。めっちゃ、だいたい24分でしたね。こっちもだいたい残り36分だから60分です。60と36は24だから24分。はい、途中で牛乳をもう1本足したんで、全部で 2.65 キロのシリアルでしたね。はい、とっても美味しかったです。チョコレートの味がして、牛乳にもね、チョコレートの味がついて、牛乳に浸されとっても歯ごたえが残る。歯ごたえが残るシリアルで美味しかったです。でもちょっとね、牛乳に浸るとちょっと柔らかくなって食べやすくなってましたね。時間を計るって言ってもね、急いで食べはしなかったんですよね。喋りはしなかったですけどね。私、急いで食べるのは多分できないんですよ。急いで食べたくないですしね。あ、でもたまにはね、いいんじゃないかなと思って、今日は時間を計ってみました。本日もご視聴ありがとうございました。とっても美味しかったです。 AFX さん、ありがとうございます。3つも。じゃあぜひぜひ皆さんもね、てかいいですよね、アメリカのさ、食べ物ってさ、こんな大きくってね、いいですよね。なんか日本のさ、輸入食品店とか行ってもさ、大体なんか日本のサイズに合ったぐらいのものしかない気がするよね。海外のものを輸入しとったとしても、コストコぐらいですよね、大きいの売っとるのは。とても美味しかったです。このシリアル、ぜひぜひ皆さんも見かけたら食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。